肉がブランブランしてる。なんて可愛らしい広場、可愛い街。やっぱりドイツの人タコ食べるんですね。ご当地の文化みたいなのもちょっと感じられます。フリカデレン、いい匂いがして美味しそうです。でこれがねめちゃめちゃ美味しいの。13時20分、帝国から30分ぐらい遅れてフランクフルト到着です。でけえ、お腹が減りました。ガイドブックしっかり読んで名物把握してあります。リンゴ酒なんですよね。あと肉のなんかしっかり把握してるって言ってもう忘れちゃった。ともかくお腹減ったので早く街の中心部移動してランチにしたい。あと繰り返しになりますけど、ジャーマンレールパスめちゃめちゃお得です。僕は3日券買ったんですけど、普通にチケット買った場合と比較したらもう元が取れました。ごめんなさい、微妙に訂正、まだ元は取ってない。この後もう一区間移動する予定なんで、それ含めてもう元取ったような、そんなぐらいです。パリ北駅とかローマのテルミニ駅みたいにここで線路が終わってますね。ヨーロッパの大きな駅の感じそのものです。ブリュッセルとかケルンとかとだいぶ雰囲気違いますね。でも僕が思い描いているヨーロッパの大きな駅ってまさにこういう構造なんです。駅構内にもたくさん飲食店あるんですけど、街中に行って名物を飲み食いするぞ。こっちかな、コインロッカーありました。今日はまた別の街に移動予定ですので、ここで預けて身軽に街中行きましょう。どうするんだ、多分いっぱいでいいやっていう気持ちでこのまま荷物持って街中行っちゃうことにしました。駅前からトラムとかバス出てるんですけど、歩いちゃいます。そんな大した距離じゃないし、今猛烈にテンション上がってるせいです。天気も良くて素晴らしいお散歩日和です。武装したポリスもいて治安的にも安心だと思います。でここは駅出てすぐのカイザー通りかな、歩行者天国になってはいない。これはいつもこうなのか、あるいはイベントなのか。ともかくキッチンカーがたくさん並んでてすごく美味しそうで楽しそう。これ大きいですね。イノシシの絵が描いてあります。そういうワイルドな肉を売ってるんですね。こっちはチーズ屋さん。おお、肉がブランブランしてる。火の通りを良くするためかな。ビジュアル的にもすごくいいですね。フランクフルトに来たわけだからソーセージも食べたいんですけど、街の中心部行くまで我慢。寿司、スッペン、レイス、ボール、ヌーデルンだそうです。すげえたくさん分別するなと思ったら3種類でした。3セット置いてあるだけですね。ドイツ最大の経済都市ですから、フランクフルトがそのままドイツ最大の都市ってことでいいんですかね。僕は初めてフランクフルトを訪れるんですけど、もっと無機質な大都会かなと思ってたんです。全然そんなことないですね。むしろ温かみがあってなんか日本刀も売ってますし、あ、それは置いといて、温かみがあって、あと旅人にも過ごしやすいような、そういう印象を受けました。駅から徒歩10分ぐらいで広くて綺麗な広場、公園的なとこかな、出ました。高いビルも並んでてなんかロサンゼルス的、噴水があったりして、そろそろ街の中心部な雰囲気ですね。これは何、ホテル、すごいっすね。やっぱりこちらホテルのようです。連絡通路があったり花が飾ってあったりで、メルヘンチックな可愛い建物です。これは旧市庁舎レーマーってやつかな、違うかな。街の中心部的なところに着きました。駅からはゆっくり歩いて30分ぐらいでした。フランクフルトは観光スポットいくつもあるんですけど、なんて可愛らしい広場。本当ね、事前の予想と全然違ってた。可愛い街ね、色使いとか形とか明らかにそんな感じですよね。こちら何をやってるのかと思ったら、砂の彫刻、ワンちゃんと猫、すごいですね。
フランクフルトにはいくつもの観光スポットがあって、この広場もすごい気になるんですけど、まずはご飯です。お腹減ったんです。名物食べるぞ。不思議な構造の階段。この広場もとっても可愛らしいと思ったら、地球の歩き方を見て気になってたお店発見です。こちらフィルツハウスアムヒューナーマルクトです。挨拶をしてすぐに席に案内してもらいました。素晴らしい場所で、メニューがなんか豪勢ですね。アルバムみたいですね。さてさて、フリカデレン、フリカデレングリューネ雑炊はどれですか？あ、フリカデン、ミート、うん、これね、はい、じゃあ、This one、ビッテ、はい、ダンケシ、名物のリンゴ酒来ました。見た目リンゴジュースですけど、果たしてどんな感じなのか、いただきます。すっきりしててとっても美味しいです。リンゴの味香りするんですけど、そんなに甘くはないですね。すごく爽やかで透き通ったワインみたいな感じですかね。今のところアルコール感じられてないんですけど、そのアルコールを感じさせなさっていうのも高等ないいお酒ってことなのかもしれないです。すごく自然で飲みやすい。来ました。ミートボールにポテトとか野菜が入ってて、でこのグリューネゾーセっていうのが名物のソースだそうです。でこっちはマスタードとアップルマスタードみたいなこと言ってたかな。お好みでどうぞって話でした。いい匂いがして美味しそうです。ではいただきます。あ、そうそう、これはね結構酔いが回ってきました。アルコールしっかり入ってました。とっても美味しいです。さすがドイツの底力というか伝統というか実力というかそういう感じで、ミートボールなんですけど食べて口の中にニュルッとなんだか得体の知れない美味しさが広がってきてすごいびっくりしました。で名物のこの緑のソースに関しては、正直今のところ爽やかで美味しいっていうぐらいで、本質的な良さまだ分かってないんですけど、まあ、とにかくそれぐらいミートボールが美味しくてびっくりしてるという話です。であと今フランクフルト在住なんですか、はい、あの今朝僕のケルンからのライブ配信を見てフランクフルト来るかなってこう探しに来てくださったリスナーさんがいらっしゃいます。どうもありがとうございます。やっぱりすげえ美味しいです。もう繰り返し言わざるを得ないぐらい美味しい。たびたびすみません。基本の食べ方で超美味しいからこのマスタードは出番ないかなと思ったんですけど、一応アップルマスタードの方を使ってみたんですよ。見た目普通のマスタードなんですけど、リンゴの味がしっかりしててそんなに辛くはないですね。マイルドですね。でこれがねめちゃめちゃ美味しいの。買って帰りたいぐらい美味しいです。ごちそうさまでした。すごく居心地も良くてゆったりしちゃって、もう15時25分です。では改めてフランクフルトの街ほんのちょっと散策しましょう。ところで今食事したここら辺新旧市街だそうで、もともと旧市街だったんですけど壊れちゃったから最近2018年ぐらいかな直したそうですという場所。かわいいガラス細工、お菓子に見えちゃった。突き当たりに大聖堂があります。音楽が聞こえると思ったらアコーディオンのお兄さん生演奏してます。こういう音楽とこういう光景見ると NHK の番組思い出しますね。ナレーションなしで字幕だけのやつ。大聖堂の正面に来ました。入場はできるかな。お邪魔します。入場料は無料です。僕がこれまで見てきた大聖堂と比べると色合いが独特だなと思います。あの騎士の兜みたいなのとその下は紋章ですかね。大聖堂軽めの見学で出てきました。
続きましてはあちら屋内市場行ってみます。フィッシュフランケってなんだろう、魚系のお惣菜のお店なのかな。レストランですね。タイかミャンマーか、おそらくそういった国から来られたお坊様たちもいらっしゃいます。ここかな、書いてありますね。クラインマルクトハレです。屋内市場、もっとショッピングセンターっぽいかと思ったけど、しっかり市場の雰囲気ですね。あ、お肉美味しそうだ。いい匂いもたくさんします。このフロアが鹿とか鳥で、上に上がると魚市場あるって話かな。並んで買ってるのは何だろう。またお肉屋さんありました。でこっちはサラダ的なお惣菜屋さん、パン屋さん。やっぱりドイツの人タコ食べるんですね。あれタコですよね。やっぱりこういう市場は楽しいですね。見て回るだけでも。野菜も日本と形違うし、ご当地の文化みたいなのもちょっと感じられます。おっと待って、アップルマスタードあったら買っちゃうよ。ある？アップルマスタードは見つからなかったんですけど、これは何？バジル的なやつ？珍しいものはたくさんあります。階段があって2階を見ると本当に魚屋さん並んでますね。ちょっと一杯つまんで飲んで、そういう場所なのかもしれない。屋内市場を出てきまして、さっきの賑やかな広場もう一回行ってみます。最初通りがかった時と比べてだいぶ完成度が上がってきました。目も入ってるんですね。リアルですね。そしてさっきのレーマー広場に戻ってきたんですけど、ポリスが多くて、あと旗を持ってる人もいるし、なんか政治的な集会が始まるのでしょうか。単にコンサートがあってその警備のポリスたちってことかな。まあ、とりあえず僕はもうちょっと緩く、こっちの建物かわいいなとか、このレストランがいい雰囲気だなとか、そんな風に見ておきます。ではざっとではありますが、フランクフルトの街楽しんだところでそろそろ駅に戻ります。帰りはトラム乗ってきます。チケットの自販機、カタカナでもチケットって書いてあります。少額でもクレジットカード使えるから助かります。11番のトラムに乗りました。ヨーロッパだと自分でガシャコンって打刻するマシンがあること多いんですけど、っていうかほとんどなんですけど、これはないですね。16時16分フランクフルト中央駅に戻ってきました。ケルンやフランクフルトに比べるとちょっとこじんまりとしてますね。これアルコール入ってんのかなっていうぐらい飲みやすいんですよね。あれ、僕はシュニッツェルを頼みましたっけ。それも定かではないんですけど、カツレツみたいなのが来ると思ってたら